はい、みなさんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズでは今回ちょっとグループ分けをしていたので帰還させましょう。40% くらいだった気がするかな。グレイズ、結局モビルスーツのさ、何もらえるかで、売っ払うためにキャピタルでも1万5000とかもらえるんだ。モビルスーツ手に入んなかったわ。というわけで、ではシチュエーションツアーの方はとりあえず WO が後半戦に入ったと思うので、 F の方をちょっと進めていこうかな。 F ってどこまであるんだろう。3話ってまだ前半の話なのかな。ちょっとこれだけ見るんだと分かんないけど、左でも普通のジンクスだよねこれ。まあちょっとやっていきますか。国連兵、名のあるパイロットはいないか。何者かの譲渡によりガンダムの力ともいえる疑似太陽炉を入手した国連軍はガンダム討伐作戦フォーリンエンジェルスを発動。疑似太陽炉搭載機を大量投入しガンダムとの壮絶な戦闘を繰り広げ、結果ソレスタルビーイング壊滅を果たした。3つの超国家軍の軍事力を統合した国連軍は作戦終了後も各地の軍事組織を吸収し、その影響力を拡大。平和維持のために世界の世論も各国の軍備を縮小解体し国連軍へ集約すべきという声が大勢を成していた。さらに軌道エレベーターや各衛星を利用した全世界を俯瞰する監視網の整備に着手し、反勢力の動向を地球規模で把握する防衛システムを構築した。そして西暦2308年、かつてのソレスタルビーイングの崩壊を果たすかのごとく、世界は着実に一つにまとまろうとしていた。時代が一つの転機を迎える中、ソレスタルビーイングの壊滅によりフェレシテもまた独自の行動を余儀なくされていた。今の彼らにできたのはオリジナル太陽炉の回収とソレスタルビーイングが再動することを信じ自分たちを存続させることのみである。フェレシテは希望を託すべき存在を失い、変わりゆく世界の荒波に翻弄されていく。フェルミ、
5ターン以内に撃破、まあ、普通に進んでいってで反撃してって感じでいいかな。げ逃げてくとかよ、このさ戦闘を仕掛けてくるのかさ逃げるのかあったマジ厄介なんだけど。ミサイルボットで相手一応やってくるな。いい度胸してんじゃねえか。見させてもらうよ君の力も。邪魔だ。被弾したか。当てる。かわした。能力的にはほぼほぼ変わんないな。機体性能は。じゃあと追っかけて攻撃してって感じか。回避できず。あ、普通に攻撃してきた。237、確実にバルカンでいこう。バルカンの方が多分命中率高いよね。 70% 変わんねえし。これビームサーベルだとどうなんだろう。なんかかわされると厄介だからな。 83%、 こっちは 68、 こっちだな。ガンダムの力その身に刻め。何今日はここまでのようだ。一旦引かせてもらう。ゲットゲージこいつ溜まってたっけ。どれがどの機体なんだかよくわかんないんだよね。
今回こいつなんだ。だから敵なんだか味方なのか。たまにまあ敵も味方としてやるっちゃやるからね。5機全員飛んではない。バイエートが飛んでないか。まあいいや。ジンクスの殲滅、反乱軍全滅前にジンクス殲滅。数だけだったらそれなりにいるけどな。一応話としてはあれだね、第1次のところが終わったくらい。戦艦で減らして、こいつ強いからな本当に。ジンクスまだ7000あんのか。ローエングリーンバージョンで出て、これで倒せないは倒せないはず。独占赤木した、さすが。でヒーローで攻撃して、6000当たれば倒せんのか。ジャスティスだったらいけそうな気がするな。ジャスティスヒーってかさ、これこっちも攻撃できんの。攻撃してきそうだな、せっかく助けてあげてんのに。まあいいや。で一応ちょっとフォルティスでいくか。これでどうだ、6000いきます。いや引かねえ、倒せねえかい。そうするときついね。マシンキャノン、まあ、全滅しなきゃいいんでしょ。こいつどうする？ジンクスと比べて圧倒的に優位な感じではないからな。欲しいかって言われたら別に欲しくないしな。ちょっとこいつら下に来たら嫌だな。
え、こっちにすべき。右に寄ろう。なんかマジでこいつ数減らしとくのはあれか。なんかどうせあ、ジンクスだそうだ、俺ジンクスだったんだ。どうしよう、ちょっとこれでターン終了にしよう。ターンエンド。やっぱり圧倒的な差があるな。取り囲んでもこいつらみんなバチバチいってるし。戦艦連携は無理か。ちょっと早めにこいつと合流したいんだよな。というわけで狙えるは狙える。痛いです。でドミグバレルナイフ、こっちじゃない。3400は当たるでしょう。どう考えても結構ギリだな。4000しか当たんないんだ。5000は当たってほしいけどな。バーチェでバズーカで5000いけるか。こいつは追撃があるから1000くらいはプラスされるな。 OKOKOK。 でギュナメスで支援いけるね。で6000当たってくれ。4800コンセサーブ無理だ。痛い。チケットボイト返させよう。こっちは忍耐力か。エリスクロードはもうちょっと変えるのがないからな。そして格闘系に特化してんのか。一応支援ができてビームライフルじゃちょっとどうにもなんなそうだけど。痛い。ちょっと待ってね。回復できるやつはちょっと回復したいだよな。こうか。ちょっとエミリーがあんまり回復しないけどしょうがない。右側片付いたな。でこいつら来るか。で待って、一旦左に逃げよう。全然動けねえなこいつ。これでターンエンドでいいや。めちゃくちゃ無双してんなこいつ。てかもう死ぬ。なんだかんだであとこの2機しかいないんだけど。こいつら排除してあともう救援に駆けつけるしかない。エネルギーやっぱりちょっと回復率が悪いな。下にやってこいつは倒せるでしょ。どう考えても。でこいつまだまだあんのか。支援かけてバズーカで、あ、さらにシックスバイエースの支援がいけるか。バイエート最大出力でやらなくてよかったな。で中国はそこ。届くは届くか。さすがだな高射程。ジンクスも射程は長いっちゃ長いけど、まあ、量産機は量産機だからな。やばい痛いです。で下引ってこいつを助けよう。ちょっと
戦艦連携で2ロック同居できる。シマ見せるのかな、つえ。え、ここも勝たせるんだったら勝たしちゃおうかな。うちのドーエングリーンランチャー強いね、やっぱドーエングリーンランチャー普通に強い。で、こっち何持ってんだっけ、情報解析か、いらないな。誰で倒してもいいってことだな。ちょっとエネルギー使うけどね、ローエングリーンランチャー。でも7000近く当たるのか。金は必要だからな、クラフト無理な。できれば1チームは残しておきたいからね。いくつ ?4700 ってさ、こいついらない。いや、あげなくていいや。ローエングリーンランチャー。 OK。ただの雑魚が出てきた感じだからちょっと合流しよう。さすがに一人で行くのはきついな。一旦全員収容して次戦艦上に動かすか。こいつらもういらないよね。一応トランザム持ってるんだ。でもまた最初からため直したからな。とはいえ欲しいかって言われたらそんなにいらないから、まあ敵の殲滅を優先だな。射撃能力1か。まあちょっと誰かにつけさせたいといえばつけさせたいな。格闘反射か。1回バーチェでこいつを削って、9500か。初戦ダクトかってことはビームキャノンの GN バズーカでいけるっしょ。今回追加の敵が弱いな。で射撃1入れとこう。4200か。ちょっと減ってんだよな。早く出しとくか。GN ミサイル。でこいつくっつけて。でちょっと待って、下に逃がさんと。減らしとこう。減らして、え、スナイパー届くよね。ギリ届くな。で、5500からの3000は当たるでしょ。いなくとくらい4000。 OKOKOK。 まあいや別にこれはちょっと。で合流させて、よしこれで迎え撃とう。1回
一応これも上にやっとこう。ここの舞台戻ろう。帰還させての、回答しての上昇、上昇っていうかマップ上ね。よし、これで OK。 GM ウェンチャー4500当たる。あ、一応貫通持ってんのか。これはなんかセカンドまで続きそうだからな。どうしよっかな。下のやつらちょっとこっちの戦艦でなんとかすっか移動してきたけど、こうここら辺で攻撃できるやつは攻撃しておく。出そう動員グリーンランチャーも。7000は当たんないんだっけ。貫通6900。ヒーローはとりあえずここに真ん中にぶっ込んで全員攻撃できる状況にしておく。敷地めちゃくちゃ広いからね。でマスターイーク出すか。一発ぶん殴っといて、アスラン、ジャスティス。これタトゥーム使えば、まあいいや、2人で倒せるかなって思ったけど、しっかり殲滅させよう。3人で投げれば、まあ、多少火力の低いやつでも大丈夫でしょう。ビームライフル13。よし、このパターンでこいつを倒そう。1 2 3。とでこいつらを左に来て、あとこいつら迎え撃って射撃能力1、格闘能力1か。回復したいやつはちょっと回復させておきたいから置いとこう、こっちに。あ、この2人も回復だな。まあ、一応アストレアが狙われたら狙われたで反撃しよう。もうピンチだらけなんだけど、ついです。ちょっと移動させて戦艦連携、あー距離しか当たらなかった。でこいつ減ってないかな。で届かないでしょ誰も。でもまあ戦艦方全員だけはここはもう勝たせるな。強い。ローヘングリンランチャーマジで強い。すげえ使いやすい。これいけんじゃないか。貫通6900、バスターライフル6000、排除完了。であと こいつらバチバチっていくかな。一応倒せるやつらを倒していくか。4点とか、GN ランチャー6900、超一撃になったんだけど。あ、こいつテンション高かったっけ。じゃあこいつも倒して、まあ1だからね別にって感じ。6180、トランザムで当たるかな。トランザ
様のアストレアが全てを破壊する。ジリジリに消えろ。7000か、まあまあまあ。で、こっち減ってるんだよな。射程が長くて反撃できなかったから。ジンクス対ジンクス。痛いです。で、最後、こいつぶっ倒して終わるか。あ、こいつもいた。下下もいるじゃねえかよ。支援かけて、スナイパーライフルで。超射程の2人組で倒す。5900超強気であればいけるっしょ。8000、10000からの超一撃で、ヒットポイント自体は11000あるから、1,2,3,4,5,6,7,8 射程外から攻撃しよう。エネルギーがない射程外からと思ったけど、肝心のエネルギー不足じゃねえかよ。1,2,3,4,5,6,7,8 もう一個前か、防御してくるかな。でも3000か、6000はさすがに食らわないから、どう考えても知る。で、3400は当たるでしょう。 OK、 やっぱりジンクス強い。2万円。誰？あ、シャル。ここら辺はもう全然どういうキャラクターなのか分からず、対象ステージをクリア。で、なんだっけ、なんか手に入ったよね。グレイズの指揮官機か。まあ、これはどっかで捕獲したときに一気に解体しよう。で、8万円で、だからアークエンジェル要員がまだいないんだよね。艦長誰にするかだよな、スカウト。あ、ラクスとかか。敷地120。マリオダメージっていくつ ?210 とか。ちょっと待って。まあ、魅力値がむちゃくちゃ高い。250とか。艦長だったらマリオダメージのがいいのか。なんか、無難に。あれになりそうだな。こっち敷地250、めちゃくちゃ高い。あの、金も高いけど、射撃200、格闘200、守備180。ちょっと比べたいな。なんかこう、いちいちこうやって見なきゃいけないから。マリュラミアス170、120、120、140。全体的に全部強えわ。こいつにしようシャル、せっかく手に入れたし。シャルちゃん艦長でしょ。で、副長どうするって話だよな。ちょっとまだ金がなさすぎて夢物語で終わってるけど、
というところで次はもうまた先へ進むのかな。これがどこまで物語的にあるのかがよくわかんないかな。まあ、ちょっと WO ももう一回やっていこうかなと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。